あらあら、今回はですね、本日の動画なんですけど、うわ、もうすごい雪が降っている。住民と仲良くなったらですね、住民にね、プレゼントをすることができるんですよ、家具とかを。あら、こんにちは。はぁ？いや、もうフランスはね、切れられるの慣れてきたな。俺あげるって選択ですと、住民にね、プレゼントできるんですけども、住民はですね、絶対にベルを受け取ってくれないんですよ。100ベル、例えば渡しますよ。100ベル。100ベルを渡すと、これは、お金がさすがにこれ受け取れないっす。自分のために使いなさい。はい、もうね、このように、返品されてしまうと。絶対にベルは受け取ってくれない。たとえ100ベルでも受け取ってくれないということなんですけど、大型アップデートでですね、こちら、豚の貯金箱っていうのが追加されたんですよ、これ。この豚の貯金箱にですね、貯金することができるんですけども、多分この豚の貯金箱にはですね、9万9000ベルまで入るんですよね。それなんでかっていうとね、募金箱っていうアップで新アイテムが出たんですけども、募金箱がですね、9万9000ベルまでしか募金できないんですよ。だから、豚の貯金箱もね、募金箱と同じで9万9000ベルしか募金できないんじゃないかっていうことで、今回はですね、今からこの豚の貯金箱に9万9000ベルを入れるんですけど、9万9000ベルが入ってる貯金箱を住民にプレゼントしたら受け取ってくれるのか、直接ベルを渡しても受け取ってくれないなら、貯金箱にベルを入れてプレゼントしたら受け取ってくれるんじゃないかということで、なんかすげえフランスは貯金、なんか貯金箱ジロジロ見てるんだけど、フランスは何欲しいの？めっちゃチロチロ見てる。次俺のこと見てんだ。とりあえず9万9000ベル入れまーす。ですね、多分、10分ぐらいで9万9000ベル入れれると思うんで。倍速！なんか今一瞬、あって打っちゃった。なんか、さっきからフランスが豚の貯金箱をなんかチロチロ見まくってるんだけど、なんでなんかさっきから、うわ、何その目、めっちゃ驚いてんじゃん、フランスどうして豚の貯金箱に対してそんな驚く人見たことないよ、俺。さあ、5分ぐらいで半分行きました。本当にやっぱ10分ぐらいだね、9万9000ベル募金できるの。募金じゃねえや、貯金だ。前の動画でもいたと思うんですけど、一気に9万9000ベルぐらい貯金させてくれないですかね。さあ、9万9000ベル突入！よーし、これが限界です。これ以上募金できないんですよね。はい、なんかお金でいっぱいだということで、はい、もう限界です。これを住民にプレゼントしたいと思います。これいらない。もうさっきからね、貯金箱めちゃくちゃ、貯金箱にお金が入ってない状態だったら貯金箱あげれたのに、9万9000ベル、お金が入った状態の貯金箱はあげれない。9万9000ベルが入った募金箱、まあそりゃダメだよね。どんだけ住民はベルを受け取りたくないんだ。